く人生のしがらみを振り切ったというのに、だからためらう。そして苦しい人生をおめおめと生き延びてしまうのだ。さもなければ誰が我慢するものか。世間の非難中傷、権力者の不正、傲慢な輩の無礼、失恋の痛手、長引く裁判、役人の横柄、優れた人物が耐え忍ぶくだらぬ奴らの言いたい放題、そんなものに耐えずとも探検のひとつきで人生にケリをつけられるというのに、誰が不満を抱え汗水垂らして辛い人生という重荷に耐えるものか。死後の世界の恐怖さえなければ行けば帰らぬ人となる黄泉の国、それを恐れて意志は揺らぎ、想像もつかぬ苦しみに身を委ねるよりは今の苦しみに耐える方がまだましだと思ってしまう。こうして物を思う心は我々を皆臆病にしてしまう。こうして決意本来の色合いは青ざめた思考の色に染まり、崇高で偉大なる企ても色あせて、流れがそれて行動という名前を失うのだ。だが待て、美しいオピリア、妖精よ、君の祈りに我が罪の許しも加えてくれ。陛下、ご無沙汰しております。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。これはこれはありがとう。元気だ、元気元気。でもか、長いことお返ししようと思っていました。思い出の品々をお持ちいたしました。どうぞお受け取りください。あ、いや、何のことだ。何もやった覚えはない。殿下、くださったのではございませんか。甘い言葉を添えて贈り物をかけがえのないものにしてくださった。その甘い香りが失せました。お返しいたします。気高い心には分かるのです。上等な贈り物も情をこもらざれば劣るものと。さあどうぞ。あは、お前は誠実か。殿下、お前は美しいか。どういうことでしょう。もし誠実で三沢正しく美しいなら、その三沢の正しさにはお前の美貌と口を聞かせるな。美貌は三沢の正しさこそ交わるべきではないでしょうか。そりゃそうだ。美貌と交われば三沢の正しさも主に交わって赤くなり、立ちどころに男を垂らし込むからな。三沢の力で美女が誠実になったりなどはしない。これはかつては逆説だったが、今ではこの世の中が証明している。かつてはお前を愛して、本当に殿下、そのように信じさせてくださいました。信じてはいけなかったのだ。美徳を古株に継ぎ木したところで、古株の汚れは消えぬ。お前を愛してはいなかった。とすれば私は思い違いよ。天寺へ行け。え？罪人を産みたいのか。俺だって、かなり誠実なつもりだが、お袋が産んでくれなければとよかったと自分を責めることだってある。復讐を担う野心家で、あまりに多くの罪を抱え込んでいる。その罪を思いつく頭も、具体化する想像力も、実行に移す時間も足りないほどだ。俺のようなやつ、天地の間を這いずり回って何になる。俺たちはみんなならず者だ。誰の言うことも信じてはいけない。天寺へ行け。君の親父はどこにいる。家におります。ドアをしっかり閉めておけ。家の外でバカな真似をせぬようにな。さようなら。ああ神様、この方を助けて。もし結婚するなら、持参金代わりにこの呪いをくれてやる。お前が氷のように定説で、雪のように純潔であろうと、災いからは逃れられんぞ。天寺へ行け。さよなら。どうしても結婚するなら、バカと結婚しろ。賢い男はお前たちにどんなひどい目に遭わされるか宣告承知だからな。行け天寺へ、今すぐに。さよなら。神様、この方を元に戻して。お前たちの化粧のこともよく知っているぞ。神様は一つの顔をお与えになったのに、お前たちは別の顔を作ってしまう。踊り出すかと思えば、しゃなりしゃなりと気取って歩く。舌足らずの話し方をして何人でもあだ名をつけてはしゃぎ回る。節だらをしてもいけなかったのと知らぬ顔。もうたくさんだ。おかげで気が狂った。誰も結婚などしてはならぬ。すでにしている奴は一人を除いて生かしておいてやる。それ以外はみんな独身でいろ。行くんだ天寺へ。はあ、気高い心がこんなにも崩れてしまうとは。宮廷人の無人の学者のおなざし、弁舌、剣術、我が国の期待
の牛とも花と歌われ、流行の鏡、伝説の手本として、皆の注目を集めた方が、みんなもうざんなのす。そして私は、誰よりも惨めでも現れ、哀れなものが、あの方の蜜のような前に恋の調べに酔ったのに、今聞こえてくるのは、手高く惜しい心が、ひび割れた金となって出す、狂った音色、みずみずしく、たぐいまれな花の姿も、狂気の毒で枯れ果てた。あっからし、昔の思いを胸に秘めつつ、今の思いを胸作るのとは。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続きまして、スタート。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。どちらが気高い心にふさわしいのか、老男運命の山をじっと耐え忍ぶか、それとも眠りによって心の痛みも肉体が抱える数限りない苦しみも終わりを告げる。それこそ願ってもない最上の結末だ。眠るのもなければ、誰が我慢するものか、世間の非難中傷、権力者の不正、傲慢な輩の無礼、失恋の痛で、長引く裁判、役人の横柄、優れた人物が耐え忍ぶ、くだらぬやつらの言いたい放題、そんなものに耐えずとも、探検の一月で、人生にケリをつけられるというのに。誰が不満を抱え、汗に垂らして辛い人生という重荷に耐えるものか。死後の世界の恐怖さえなければ。行けば帰らぬ人となる黄泉の国。それを恐れ、意志は揺らぎ、想像もつかぬ苦しみに身を任せるよりは、今の苦しみに耐える方がまだマシだと思ってしまう。こうして物を思う心は、我々を身の臆病にしてしまう。こうして決意本来の色合いを青ざめた思考の色に染まり、崇高で偉大なる企ても色褪せて流れてそれて、行動という名前を失うのだ。だが待て、美しいオフィリア、妖精よ、君の祈りにまだ罪の許しも加えておくれ。これはこれはありがとう。元気だ。元気元気。殿下、長いことお返ししようと思っておりました。思い出の品々ありますし、どうぞお受け取りください。いや、何のことだ。何もやった覚えはな。殿下、くださったではございませんか。甘い言葉を添えて、贈り物をかけがえのないものにしてくださった。この甘い香りが失せてしまいました。お返しします。気高い。上等の贈り物も、上こもらざるが劣るもの。さあどうぞ。お前は誠実か？お前は美しいか？どういうことでしょう？もし誠実で三沢を正しく美しいなら、その三沢の正しさはお前の美貌と口を利かせるな。美貌は三沢を正しさこそ交わるべきではないのでしょうか？そりゃそうだ。美貌と交われば、ミサオの正しさも種に変わって赤くなり、立ちどころに男を垂らし込むからな。ミサオの力で美女が誠実になったりなどしない。これはかつては逆説だったが、今ではこの世の中が証明している。かつてはお前を愛していた。本当に、殿下そのように信じさせてくれました。信じてはいけなかったのだ。美徳を古株に継ぎ木したところで古株の汚れは消えぬ。お前を愛してはいけなかった。とすれば私は思い違い。あまりない意見。え、罪人を産みたいのか。俺だってかなり誠実なつもりだが、お袋が産んでくれなければよかったと自分を責めることだった。うぬぼれ強く復讐を狙うらしいで、あまりに多くの罪を抱え込んでいる。罪を思いつく頭も、具体化する想像力も、実行に移す時間も足りないことだ。俺のようなやつが天地の間を這いずり回って何になる。俺たちは皆ならず者だ。誰の
信じてはいけない。天寺へ行け。君の親父はどこに？家におります。ドアをしっかり閉めておけ。家の外でバカな真似をせるようにな。さようなら。国様、この方を助けて。もし結婚するなら持参金代わりにこの呪いをくれてやる。お前が氷のように定説で雪のように純潔であろうと災いからは逃れられるぞ。天寺へ行け。さようなら。どうしても結婚するならバカと結婚しろ。賢い男はお前たちにどんなにひどい目を合わされるか戦国承知だからな。行け天寺へ今すぐ。さようなら。ああ神様、この方を元に戻して。お前たちの化粧のこともよく知ってるぞ。神様は一つの顔を与えになったのにお前たちは別の顔を作ってしまう。踊り出すかと思えば車内に車内と気取って歩く。舌足らずの話し方をして何にでもあだ名をつけてはしゃぎ回る。節だらをしてもいけなかったとも知らぬか。もうたくさんだ。おかげで被爆。誰も結婚などしてはならぬ。すでにしているやつは一人を除いて生かしておいてやる。それ以外はみんな独身でいろ。行くんだ。皆の注目を集めたお方が、でも無残なあの姿、そして私は誰よりも惨めで哀れなもの。あの方の道のように甘い声の調べに酔ったのに、今聞こえてくるのは明らかに神々しい心、ひび割れた鋼となって出す狂った音色、みずみずしく類まれなる。はい、カット。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、そんなものに対するのも探検の一月で人生にケリをつけられるというのに、誰が不満を抱え汗水垂らして辛い人生という重荷に耐えるものか。死後の世界の要塞なければ行けば帰らぬ人となる黄泉の国。それを恐れて意志が揺らぎ、想像の世界に苦しみを身を任せるよりは今の苦しみを耐える方がまだマシだと思ってしまう。こうしてものも心は我々を皆の臆病にしてしまう。こうして決意本来の色合いは青ざめた思考の色に染まり、崇高で痛めなる企ても色褪せて流れが逸れて行動という名前を失うのだ。だが待て、美しいごっくりが妖精よ、君の色味に我が罪の許しも加えてくれ。殿下、ご無沙汰いたしております。いかがお過ごしでいらっしゃいますか？これはこれは、ありがとう。元気だ。元気元気。殿下、長いことお返ししようと思っておりました。思い出の品々をお持ちいたしました。どうぞお受け取りください。いや、何のことだ。何もやった覚えはない。くださったではございませんか。甘いお言葉も添えて贈り物をかけがえのないものにしてくださった、その甘い香りが失せました。お返しいたします。気高い心には分かるんです。上等な贈り物も情こもらず情こもらざれば劣るものと。さあどうぞ。ああ、お前は誠実か。でか、お前は美しいか。どういうことでしょう。もし誠実で勲正しく美しいなら、その勲の正しさにはお前の美貌と口を聞かせるな。美貌は勲の正しさをこそ交わるべきではないのでしょうか。それはそうだ。美貌と交われば勲の正
主に味わって赤くなり、立ちどころに男を正し込んだらな。三沢の力で美女が誠実になったりなどはしない。これはかつて逆説だったが、今ではこのようなことが証明している。かつてはお前はましていた。本当に、天下、そのように信じさせてくださいました。信じてはいけなかったのだ。美徳を古株に積み散ったところで、古株の汚れは消える。お前は愛していなかった。とすれば私は思い違いを。浜寺へ行け。罪人を見たいのか。俺だってかなり誠実なつもりだが、お袋は産んでくれなければよかったと自分を責めることだってある。うぬぼれ強く、復讐狙う野心家で、あまりに多くの罪を抱え込んでいる。その罪を思いつく頭も、具現化する想像力も、実行に移す時間も足りないことだ。俺のような奴が、天地の間を這いずり回って何人だ。俺たちは皆ならず者だ。誰の言うことも信じてはいけない。浜寺へ行け。君の親父はどこに？家におります。ドアをしっかりしておいておけ。家の外でバカな真似をせぬようにな。さようなら。神様、この方を助けて。もし結婚するなら持参金の折にこの呪いをくれてやる。お前は氷のように貧血で、雪のように純潔であろうと、災いから逃れられるぞ。浜寺行け。さようなら。どうしても結婚するなら、バカと結婚しろ。賢い男は、お前たちどんなひどい目に遭わされるか、宣告承知だからな。行け、浜寺へ。今すぐに。さようなら。神様、この方を元にお戻しください。お前たちの化粧のこともよく知っているぞ。神様は一つの顔をお与えになったのに、お前たちは別の顔を作ってしまう。踊り出すかと思えば、しゃがりと気取ってある。したたらずの話し方をして、何にでもあれらをつけてはしゃぎ回る。不死だとしても、いけなかったのと知らぬ顔。もうたくさんだ。おかげで気が狂った。誰も結婚などはしてならぬ。すでにしているやつは、一人を除いて生かしておいてやる。それ以外はみんな独身でいろ。行くんだ、マデラへ。はい、カット。はい、ありがとうございました。はい、秋元さんと田口さんやりましょう。それで、田口さんがハムレット。はい、秋元さん、オフィリア。今何分？半。あ、はい。ちょっとここからちょっと時計見えないんでね。はい、じゃあ行きます。はい、いいですか？よーい。スタート。非道な運命の矢玉をじっと返しておくか、それとも怒涛の苦難に切りかかり戦って相果てるか。死ぬことは眠ること、それだけだ。眠りによって心の痛みも、肉体が抱える数限りない苦しみも終わりを告げる。それこそ願ってもない最上の結末だ。
眠る、おそらくは夢を見る。そう、速攻で引っかかる。一体死という眠りの中でどんな夢を見るのか。ようやく人生のしがらみを振り切ったというのに。だから止めらん。そして苦しい人生をおめおめと生き延びてしまうのだ。さもなければ誰が我慢するものか。世間の非難中傷、権力者の不正、傲慢な輩の無礼、失恋の痛手、長引く裁判、役人の横柄、優れた人物が耐え忍ぶ、くだらぬ奴らの言いたい放題、そんなものに耐え忍ぶとも、探検の一月で人生にケリをつけられるというのに。誰が不満を抱え、汗水垂らして辛い人生という重荷に耐えるものか。死後の世界の恐怖さえなければ、行けば帰らぬ人となる黄泉の国。それを恐れて、意志は揺らぎ、想像もつかぬ苦しみに身を任せるよりは、今の苦しみに耐える方がまだマシだと思ってしまう。こうして物を思う心は我々を皆臆病にしてしまう。こうして決意本来の色合いは、青枯れた思考のように染まり、通行で偉大なる企ても色あせて、流れがそれて行動という名を失うのだ。だが待て、美しいオリンピア、妖精よ、君の祈りに我が罪の許しも加えてくれ。殿下、ご無沙汰しております。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。これはこれはありがとう。元気だ。元気、元気。殿下、長いことお返ししようと思っておりました思い出の品々をお持ちいたしました。どうぞお受け取りください。いや、何のことだ。何がやった覚えはない。殿下、くださったではございませんか。甘いお言葉も添えて、贈り物をかけがえないものにしてくださった。その甘い香りが、失せました。お返しいたします。気高い心にはわかるのです。上等な贈り物も、上こもらざれば、劣るものと。さあ、どうぞ。お前は誠実か？殿下。お前は美しいか？どういうことでしょう？もし誠実で三沢を正しく美しいなら、その三沢の正しさにお前の美貌と口聞かせる。美貌は三沢の正しさとこそ交わるべきではないのでしょうか？そりゃそうだ。美貌と交われば三沢の正しさに種に変わって赤くなり、立ちどころに男を垂らし込むからな。三沢の力で美女が誠実になったりなどしない。これはかつては逆説だったが、今ではこの世の中が証明している。かつてはお前を愛していた。本当に殿下、そのように信じさせてくれました。信じてはいけなかったのだ。美貌を古株に継ぎ木したところで、古株の汚れは消えない。お前を愛してはいなかった。とすれば、私は思い違いに…あまりはいけん。え？罪人を産みたいのか？俺だってかなり誠実なつもりだが、お袋が産んでくれなければよかったと自分を責めることだってある。うぬぼれ強く、復讐を狙う野心で、あまりに多くの罪を抱え込んで、その罪を思いつく頭も、具体化する想像力も、実行に移す時間も足りないほどだ。俺のような奴が天地の間を這いずり回って何になる。俺たちは皆ならず者だ。誰の言うことも信じてはいけない。あまねらへ行け。君の親父はどこに？家におります。ドアをしっかり閉めておけ。家の外でバカな真似をせぬようにな。さようなら。ああ、神様、この方を助けて。もし結婚するなら、持参金代わりにこの呪いをくれてやろう。お前が氷のように建設で、雪のように純潔であろうと。お騒ぎからは逃れられず。アマデラへ行け。さようなら。どうしても結婚するなら、バカと結婚しろ。賢い男はお前たちにどんな日の夢に合わされるか宣告承知だからな。行け、天寺へ。今すぐ。さようなら。神様、この方を元に戻して。お前たちは化粧の、お前たちの化粧のこともよく知ってるぞ。神様は一つの顔をお与えになったのに、お前たちは別の顔を作ってしまう。踊り出すかと思えば、しゃなりしゃなりと気取って歩く。したったらずな話し方をして、何にでもあだ名をつけてはしゃぎ回る。節だらをしても、いけ
が狂った。誰も結婚などしてはならぬ。すでにしているやつは一人を除いて生かしておいてやる。それ以外は皆独身でいろ。行くんだ、アマデイ。気高いお心がこんなにも崩れてしまうとは。宮廷人の、武人の、学者の眼差し、弁舌、剣術、我が国の期待の星とも花とも歌われ、流行の鏡、礼節の手本として皆の注目を集めたお方が、見るも無残なあのお姿。そして私は、誰よりも惨めで哀れな女。あの方の蜜のように甘い声の調べによったのに、今聞こえてくるのは、気高く惜しいお心が、ひび割れた金となって出す狂った音色、みずみずしく類いまれな花のお姿も、狂気の毒で枯れ果てた。ああ、悲しい。昔の思いを胸に秘めず、今の思いに胸つぶれるとは。はい、カット。はい、ありがとうございました。はい、じゃあさ、海牛さんとタグさんやろう。それさっきの逆でいきましょう。タグさんがハムレット、海牛さんがオフィリア。はい、じゃあいいですか。はい、いきます。よーい、スタート。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。どちらが気高い心にふさわしいのか、非道な運命の矢玉をじっと耐え忍ぶか、それとも怒涛の苦難に切りかかり戦って愛を得るか。死ぬことは眠ること。眠りによって心の痛みも肉体が抱える数限りない苦しみも終わりです。それこそ願ってもない最上の結末。非難、中傷、権力者の不正、傲慢な輩の無礼、失恋の痛手、長引く裁判、役人の横柄、優れた人物が耐え忍ぶくだらぬ奴らの言いたい放題。そんなものに耐え忍ぶとも、短剣の一月で人生にケリをつけられるというのに。誰ら不満を抱え、汗水垂らして辛い人生を重荷に、辛い人生という重荷に耐えるものか。死後の世界の恐怖さえなければ、行けば帰らぬ人となる黄泉の国。それを恐れて、意志は揺らぎ、想像もつかぬ苦しみに身を任せるよりは、今の苦しみに耐える方がまだマシだと思ってしまう。こうして物を思う心は、我々を皆臆病にしてしまう。こうして決意本来の色合いは青ざめた思考の色に染まり、崇高で偉大なる企ても色あせて流れてそれて行動という名前を失う。だが待て、美しいアリーゲよ、妖精よ、君の祈りに我が罪の許しも加えておくれ。殿下、ご無沙汰しております。いかがお過ごしにいらしてますか。これはこれはありがとう。元気だ、元気元気。殿下、長いことお返ししようと思っておりました。思い出の品々をお持ちいたしました。どうぞお受け取りください。いや、何のことだ。何もやった覚えはない。殿下、くださったではございませんか。甘いお言葉も添えて贈り物のかけがえもないようにしてくださった。その甘い香りを寄せました。お返しいたします。気高い心にはわからないです。上等な贈り物は情目をもらさればおのと。さあどうぞ。ああ、お前は誠実か。
てミサオ正しく美しいなら、そのミサオの正しさにはお前の美貌と口聞かせる。美貌をミサオの正しさと交わるべきではないでしょうか。そりゃそうだ。美貌と交わればミサオの正しさも種に変わって赤くなり、立ちどころに男を垂らし込むからな。ミサオの力で美女が誠実になったりなどしない。これはかつては逆説だったが、今ではこの世の中が証明をしている。かつてはお前を愛していた。本当に変か。そのように信じさせてくださいました。信じてはいけなかったのだ。美徳を古株に継ぎ木したところで古株の汚れは消えぬ。お前を愛してはいなかった。とすれば私は思い浮かぶ。あまりではいけ。罪人の子供、罪人を産みたいのか。俺だってかなり誠実なつもりだが、お袋が産んでくれなければよかったと自分を責めることだってある。うぬぼれ強く復讐を狙い怪しんで、あまりに多くの罪を抱え込んで、その罪を思いつく頭も具体化する想像力も実行に移す時間も足りないほどだ。俺のような奴が天地の間を這いずり回って何になる。俺たちは皆ならず者だ。俺の言うことは誰も信じてはいけない。天寺へ行け。君の親父はどこにいる。家におります。ドアをしっかり閉めておけ。家の外でバカな真似をせぬようにな。さようなら。ハン様、この方です。もし結婚するなら持参金代わりにこの呪いをくれてやる。お前がこの世のように大切で雪のように純潔であろうと、災いからは逃れられんぞ。天寺へ行け。ようなの。どうしても結婚するというなら、バカと結婚しろ。賢い男はお前たちにどんなひどい目に遭わされるか宣告承知だからな。行け、天寺へ。今すぐ。さようなら。はあ、神様、この方を元に戻して。お前たちの化粧のこともよく知っているぞ。神様は一つの顔をお与えになったのに、お前たちは別の顔を作ってしまう。踊り出すかと思えば、車内車内と気取って歩く。したったらずの話し方をして、何にでもあだ名をつけてははしゃぎ回る。節だらをしてもいけなかったの知らぬ顔。もうたくさんだ。おかげで気が狂った。誰も結婚などしてはならぬ。すでにしているやつは、一人を除いて生かしておいて。それ以外はみんな独身でいろ。行くんだ、天寺。気高い心がこんなにも崩れてしまって、休憩人の、武人の、学者の、眼差し、弁舌、剣術、我が国の期待の虫とも花とも言わわれ、竜と甲の鏡、伝説の手本としてみんなの注目を集めた方が、今も見ざるのあの姿。私は誰よりも惨めで哀れな女。あの方の蜜のように甘い声の調べによったのに、今聞こえてくるのは気高く惜しいところが、ひび割れた金となって出す狂った音色。みずみずしく類いまれな花の姿も狂気の毒で枯れ果てた。はぁ、悲しい。昔の思いを胸に秘めつつ、今の思いに胸つぶるるとは。はい、カット。はい、ありがとうございました。あ、大丈夫？どうぞ。大丈夫？あ、大丈夫です。うん。はい、はい、じゃあ行きます。どこだっけ？何ページだっけ？98ページ。ハムレットね。はい、じゃあ行きます。はい、よーい、スタート。最上の結末だ。死ぬ。眠る。
そらくは夢を見る。そう、そこで引っかかる。一体死という眠りの中でどんな夢を見るのか。ようやく人生のしがらみを振り切ったという。だからためらう。そして苦しい人生をおめおめと生き延びてしまうのだ。さもなければ慣れるのも忘れるのか。世間の非難中傷、権力者の不正、傲慢の輩の無礼、失礼の痛手、長引く罪、役人の横柄、優れた人物の耐え忍ぶくだらない奴の言いたい放題、そんなものに対しても関係の一つきで人生を切りつけられるというのに、誰が不満を抱えや背に垂らして辛い人生という思いに重荷に耐えるのか。死後の世界の恐怖さえなければ、行けば帰らぬ人となる黄泉の国。それはそれで、意志は揺らぎ、想像もつかぬ苦しみに身を任せるよりは、今の悲しみに耐える方がましだと思ってしまう。こうして思いを、物思う心は、我々を皆臆病にしてしまう。そして、決意本来は、本来の色合いが、青ざめた思考の色に染まり、水耕の偉大な隔ても、色あせて流れをかすれて、行動という名前を失うのだ。美しいオフィリア、いませんよ。君の祈りに我が罪を許しもくれ、加えてくれ。殿下、ご無沙汰いたしております。いかがお過ごしでいらっしゃいますか？これは、ありがとう。元気だ。元気。殿下、長いことをお返ししようと思っておりました。思い出の品々をお持ちいたしました。どうぞ、お受け取りください。いや、何のことだ？何もやった覚えはない。殿下、くださったではございませんか。甘いお言葉も添えて、贈り物をかけがえのないものにしてくださった。その甘い香りが、失せました。お返しいたします。気高い心にはわかるのです。上等な贈り物も、上古ものざれば劣るものと。さあ、どうぞ。お前は誠実か？殿下？お前は美しいか？どういうことでしょう。もし誠実で、三沢を正しく美しいなら、その三沢の美しさはお前の美貌と口を聞かせるの。美貌は三沢の正しさこそ交わるべきではないのでしょうか。そりゃそうだ。美貌を交われば三沢の正しさも主に交わった角度に、立ちどころに男を垂らし込むからな。三沢の力で美女が誠実になったりなどはしない。これはかつて逆説だが、だったが今ではこの世の中が証明している。かつて俺お前を愛していた。本当に殿下、そのように信じさせてくださいました。信じてはいけなかったのだ。美徳を古株につき継ぎ木したところで古株の汚れは消えぬ。お前を愛してはいなかったとすれば、私は思い違い。天寺へ行け。釣り人を産みたいのか。俺だってこのように誠実なつもりだが、お袋が産んでくれなければよかったと自分を責めることだってある。生まれ強く復讐人になる野心家で、あまりにも多くの罪を抱え込んでいる。その罪は思いつく頭も具体化する想像力も実行に移す時間も足りないほどにだ。俺のような奴が電池の間を這いずり回って何になる。俺たちは皆ならず者だ。誰の言うことも信じてはいけない。天寺へ行け。君の親父はどこにいる。うちにおります。ドアをしっかり閉めておけ。家の外でバカな真似をせぬようにな。さよなら。ああ神様、この方を助けて。もし結婚するなら持参金代わりにこの呪いを食えてやる。お前が氷のように適切で雪のように純潔であろうと
災いから逃げられんぞ。尼寺へ行け。さよなら。どうしても結婚するなら、バカと結婚しろ。賢い男はお前たちにどんな目を、ひどい目を合わされるか。宣告承知だからな。行け、尼寺へ。今すぐにだ。さようなら。ああ、神様、この方を元にお戻しください。お前たちの化粧のこともよく知ってるぞ。神様は一つの顔をお与えになったのに、お前たちは別の顔を作ってしまう。踊り出すかと思えば、しゃなりしゃなりと気取って歩く。しかたらずの話し方をして、何にでもあだ名をつけてはしゃぎ回る。節だらをしてもいけなかったのと知らぬ顔。もうたくさんだ。おかげで国の気が狂った。誰も結婚などしてはならぬ。すでにしているやつは一人を除いて生かしておいてやる。それ以外はみんな独身でいろ。行くんだ尼寺へ。だからお心がこんなにも崩れてしまうとは。宮廷人の、婦人の、学者の、眼差し、弁舌、剣術、我が国の期待の星とも花とも歌われ、友好の鏡、礼節の手本として皆の注目を集めた方が、いるも無残なあのお姿。そして私は誰よりも惨めで哀れ。その蜜のように甘い声の調べに酔ったのに、今聞こえてくるのは気高く大惜しいお心がひび割れた金となって出す狂った音色。みずみずしく類いまれな花のお姿も狂気の毒で枯れ果てた。ああ悲しい。犬の思いを昔の思いを胸に秘めつつ、今のこの